森谷武政9月23日隊は、日本の防衛官僚。宮城県塩釜市出身。東北大学法学部卒。1971年、防衛庁入庁。1996年、内閣審議官として、普天間問題に関わる。長官官房長、防衛局長を務めた後、2003年、防衛事務次官。 2007年8月に防衛省を退職。後、在任中の収賄などによって逮捕され、有罪判決を受けた。1944年、宮城県塩釜市に生まれた。父親は、戦前、帝国議会の衆院議員を務めた後、同志の初代市長に就いた、森谷秀夫。森谷は父秀夫が59歳の時の子で、親子ほども年の離れた兄がいる。 四人の兄と森屋は母親が違う。父が亡くなった1973年、森屋は、もしをやることになったが、家庭が複雑だから気が重いと、防衛庁の同僚に漏らしたこともあった。小高い丘の中原にあった聖火は、山の上と呼ばれ、近所の人々は森屋家を別世界の人たちだったと評する。森屋の少年時代について、近所の人は、 子供の頃はどっしり、おっとりした無口のボンボンという感じだったと述べている。中学では、生徒会長に選ばれた。宮城県仙台第一高等学校、東北大学法学部を卒業。日本通運に入社したが、外交官だったおじ、森谷和夫の強い勧めで官僚の道に転身。1970年8月、国家公務員上級職試験に合格。 1971年、防衛庁入庁。同期の上級職は8人。1995年、防衛政策課長時代に発生した阪神、淡路大震災の自衛隊の出動においては、自衛隊法第81条1項での県知事要請を待つ形でなく、自衛隊法第78条1項での内閣、総理大臣命令なども視野に、 即時の自衛隊を全力投入することを上司である次官に強行に主張した。当時の与党は左派職が強い自社左連立政権の村山内閣であり、もし国会同意が得られなければ、責任を取って防衛庁幹部だけでなく、内閣総辞職をしかねないほどの政治的リスクが恐れられていたために退避けられた。1996年。 内閣審議官として沖縄特別行動委員会で検案の沖縄基地移設問題に関与。防衛庁調達実施本部配任事件で、ぬかが副首郎防衛庁長,長官が参議院で問責決議を可決されて辞任となり、証拠隠滅の疑いで事務次官や官房長などの防衛庁幹部が次々と隕石辞任する中で、 退任する、ぬかが長官が置き土産を残す形で、防衛施設長施設部長から、三階級特進で、防衛庁長官官房長に昇進。2002年に防衛庁防衛局長時代に、発覚した、情報公開請求者の個人情報リストの、作成問題が起こった際に、時間レースのライバルだった、官房長の柳沢京にに責任を取らせる方向に、 し向けて更迭させ、柳沢が、時間レースから脱落した。当時、時間レースにおいては、最有力候補は防衛施設長長官だった、島口武彦であり、森谷は遅れをとっていたが、島口は2003年5月26日に、宮城県気仙沼市沖で三陸南地震が、発生した際、酒によって、対策会議に出席したことを、週刊誌に書かれたため、 時間レースから脱落した。2003年8月、防衛事務次官に就任した。森谷は、防衛局長時代から人事に深く介入し、下部の役職の決算より先に自分に、複数の人事案を見せるよう要求したほか、下部の役職が承認するような人事案件も自身が、選定する、人事慣行を定着させ、防衛政策だけでなく防衛調達や制服組への、 人事権を強め、細部まで介入する、人事構造を定着させ、それまでの学伐や、ノンキャリアやキャリアの区別関係なく、側近を養殖に抜擢する一方で自分と、対立した人間を様々な理由をつけて、配置転換で左遷させるなど町内で県政を振るい、防衛庁の天皇とまで呼ばれた実力者となった。2004年には、森屋の時間退任及び防衛施設長、 長官であった山中省営の時間就任が確実視されていたが、普天間基地移設問題で山中と意見対立した際、防衛庁長官だった大野義則の意向を取り付けて山中を更迭させた。他に、時間候補がいないという形で定年を延長することで事務次官に留任し続け、通常1年、長くて2年と言われるの行にもかかわらず、 極めて異例の4年以上にわたり、防衛事務次官を務めた。防衛事務次官としては、テロ対策特別措置法やイラク特措法の制定、長年の悲願であった、防衛庁の防衛省昇格、横田飛行場航空完成権返還問題、普天間基地移設問題、厚木基地移設問題と、様々な、難題な防衛政策について主導的役割を果たした。 時間在任中は、ぬかが福士郎との関係は悪くなかったものの、石場茂、大野義則、久間昭夫、小池百合子ら4人の歴代防衛閣僚とは、大なり小なり、圧力があったとされる。しかし、防衛政策で様々な懸案が存在する中で、様々な人脈を持ち防衛政策に通じていた、森屋を辞めさせることは、政治的に難しかった。 防衛政務時間経験がある、党内屈指の防衛政策通であり、歴代2位の長期間連続在任記録を持つ石場や二度の防衛閣僚を務めた、貴様も森屋を更迭することはできず、逆に石場が森屋を事務時間に昇格させたり、貴様が森屋の時間定年を延長して事務時間を続けさせるほどであった。2006年春。 普天間基地移設問題に合意したキャンプシュワブ沿岸部 V 字滑走路建設案というアイディアはモリアの発案とされている6月には小泉淳一郎首相の訪米に同行首相外遊に外務省以外の事務次官が同行するのは極めて稀のため異例と報道された2006年9月1994から1995年に 防衛政策課長、防衛局長として、日本への弾道ミサイル防衛システムの導入に、対して、多大なあるリーダーシップを発揮したことが評価され、デイビッド・イスラエル賞を、日本人の官僚として、初めて受賞している。2007年6月に発覚した、情報保全体の市民監視問題では、防衛省設置法に基づく調査研究であるとして、対を弁護した。 上記直後の8月、新任の小池百合子が、森屋の大官と公認に、官房長を内定した旨の記事が、新聞各紙に報道された。これが、相談なしに行われたとして、森屋は反発。騒動の際、小池は、森屋の対応に対し、夜に2度、携帯電話に電話したが出ず、折り返し電話があったのが翌日朝であり、危機管理上どうなのかと批判した。 森屋は、塩崎康久に根回しをし、塩崎長官が、小池大臣が手順を誤ったやり方をしたと批判した。結果、防衛官僚人事が、膠着状態となった。最終的に、事態の早期終結を図りたい、安倍晋三が、森屋の体幹を発表し、小池、森屋双方のオス、事務次官候補をそれぞれ知り添けて、防衛省派抜きの増田吉見平を公認に、 内定した。小池は8月28日に内閣改造に伴って退任することとなり、防衛省の行動で行われた離任式に際し、森屋は率先垂範して仕事に立ち向かわれ、数々の成果を挙げた。大臣が防衛省を離れることは誠に寂しい限りとの退任を惜しむ挨拶をしたが、マスコミ各社は、 役人らしい全く心にもない言葉で、まさに免中腹敗だというコメントが数多く寄せられた。自らも3日後の8月31日に退官した。ちなみに退職金は6600万円だったが、逮捕後に自主返納している。河村正彦は、防衛大臣就任直後、退任する森屋を慣例に従って顧問にするか、どうかが問われたが顧問に任命しなかった。 2007年10月19日、山田博之の専務、宮崎元信との間で、防衛庁航空機課長だった1990年頃から、事務次官として在職中の2005年にかけ、自衛隊員倫理規定に反し、長年接待を受けたことが報道される。さらにその見返りとして、防衛装備品の調達等において、山田博之を有利にしていた疑惑も浮上している。 宮崎が独立して設立した日本未来図に反発する山田博之の現経営者、米津義彦により、過去に行われたゴルフ接待が200回を超えていたことが国会で報告された。野党は承認喚問を要求、与党もそれを受け入れ、同年10月29日に衆議院11月15日に参議院で実施された。2007年11月27日、 東京地検特捜部は、蒸気事項により、森屋夫妻を収賄の疑いで、逮捕、2008年1月までに収賄罪と偽証罪で、起訴した。この贈収賄事件について、詳しく報じた書籍には、有告と、腐敗日米防衛利権の構造 ISBN978 から48億740万9013、などがある。 リ谷に対して基礎上に書かれた罪状は以下の通り。2008年11月5日、東京地方裁判所にて、懲役2年6月の実刑判決。2009年12月22日、東京高等裁判所で、控訴棄却。2010年8月27日に最高裁判所への、上告を取り下げ懲役2年6月、追徴金。 1> 約1250万円の実刑が確定した。9月21日、週刊。栃木県、桜市の木連川社会復帰促進センターで服役後、2012年7月に仮出所。市聞き徳郎東京市の各区長や仙台市長などを歴任した渋谷徳三郎は外交官のおじ、森屋和夫の楽譜当園には、文部、内務、 宮内各大臣、数密院議長などを歴任した、市木徳郎、元京都帝国大学総長、岡田良平、元衆議院議員、貴族院議員、尾崎元次郎、銀行家の竹山純平、広報学者の杉村明三郎などがいる。普天間交渉広く新庁社、2010年。ISBN41 億32 326万6317。 日本防衛広く新庁舎2013年 ISBN 978から41億326万6327ありがとうございます。